ようございます。今からリサちゃんとゆう子が始球式をやります。はい、終わったらすぐに院に行ってください。西郷さんも、はい、お願いします。ちゃんと初ラウンドですが、どうですか、はい、今日は上から下まで見たいと思います。上から下まで見たいと下までとはお願いします。だいぶ動画見てるそうです。ああ、そうなんですか、はい、毎日見てます。お、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リアクションが多い。までこうグズグズしてると結構ミスにつながりがちな気がする。行きます。うまい。うまい。よかったです。うまい。ありがとうございます。
からやで。こっからやで。ちょっとね、トップ連チャンやったからな。長い気がする。はい、あ、本当に見えた。ありがたい。ファインキャディです。どうですか？いいです。私はすごい楽で愛用してます。うん、どうすか、リサちゃんとのラウンドは。リズム、うん、リズムがいい。ゆったりからのピュン、いや、こうそう振り切れてるなって、やっぱなんか参考になります。メタメタ。なんかもっと手前かなと思ったけど、うん、横まで行ってた。私はね、奥すぎたね。あとゆうこのが近いと思ったけど、めっちゃ奥まで行ってた。ナイスパーです。ありがとうございます。やっと取れました。うん、10個取れましたね。はい、29ヤード入ってます。はい、1から26です。ここです。曲がってるとこまで176です。曲がり始めまで聞いてない。みんな聞いてない。まあちょうどいいんじゃないですか、ドライバー打ってもみんなは。雨が、うん、まとわりついてる気がする。リンゴルフとか。あ、濃い。そう、かっこいい。ナイス。あ、ちょっと握るけど。大丈夫。二十数年ぐらい。じゃあリサちゃんと一緒くらいだ。私多分20年、そうですね。そっかそっか。小学生から。そう。6年生からです。この辺の方なんですか。はい、愛知県です。はい。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お腹が空いた。はい、ちょっとお腹空いちゃいました。え、お腹空いた。まだ今3本飲めたけど、ね、あ、でもチョコレートはいつも持ってるんで、はい、ね、お腹空いた時とちょっとイライラした時に。この
この前のアイアンマンでも、うん、お腹すいたばっかり言っててゆっこちゃんのお腹すいたは定番マジ？マンパのキャラついたそう、お腹すいたキャラになってお腹すいきましたありがとうございます。粉が出てくる。いただいちゃいました。栗きんとん大福。栗きんとん大福初めてです。これは愛知の岐阜です。岐阜。ここ本当はフルーツ大福が有名なんですよね。なんだ。そうなんですか。今季節的に。でも栗きんとん推しなんですか。季節的？持ってくるのに傷むの嫌だなと思って。冷えてるちゃんと。行ったかなっていう。オッケーオッケー。うまい？うん。美味しい。お茶にしてよかった。うん、美味しい。マッシュルじゃない？あ、うん、いい感じに。粉ついてます。食レポお願いします。うん。食レポ。皮が。もちもちで中の栗もしっかり甘くて、なんだろう、本当にちょうどいい、全体的に、うん、サイズも甘さも柔らかさも選んだ人のセンスを感じる。はい、うんうん、うん、大福パワー。めっちゃ、あれ間違えちゃった、はい、か大丈夫ですか。172。まあ172打ち上げ、180は確実にあって、ね、多分届かないんで。あ、バント方向。手前です。右ラフです。止まってんの？え？え？うまく抜けた。うん、短いっぽいけど。オッケーオッケー。オッケーオッケー。具材が欲しい。だいぶ登ってきたからね。ここまで。そろそろいいよね、来ても。だいぶ登山。